二人とも元気にしてた。おう、ふう、友達がこんなに続けて何人も来てなかったらきっと今回も驚いてたって。進化くん、やっぱり驚いたぞ。うむ、ここまで来るのは実に大変だった。ここにたどり着けたのも熱心な勝利殿が道案内を。ってことはもしかしてわざわざ。ああ、その友人だからな。ほら、メニューはこれ。北風の望み。北風とはひんやりとしているということか。この北風って多分ボレアスのことだよな。寒いといえば確かに寒いけど。松笠キャラメル。あ、それならオイラも飲んだことあるぞ。名前を見ただけではここはヌシラに任せよう。精神やルリ袋のような。そういう薬草はここじゃ育たない。うむ、任せよう。そうだな、ずっと修行してきた神格には親切な口づけを作ってやろうぜ。こいつに。甘くて口当たりがよく苦味が全くない。親切な口づけって言うんだ。まるで雪が降り積もったみたいな飲み物だろ。これは牛乳を泡立ててふわふわになった部分を口づけってつけた。うん、え、が、多分そうかな。おいらのロマン…ね、説明するのが難しい。オイラの頭じゃこれが限界だ。そうそう、ふむ、そうか、分かったような気がす。うえ、うえ、待て待て、なんで今ので分かるんだ。今度はオイラが分からなくな。我が山を歩くとき時々戦争を口にすることがある。心を揺さぶるこの感感謝する。おかげで これからも主に迷惑をかけるかもしれないが